ジュニアでーす。ってことでギアステップの新キャラ、そして既存強化入っておりますので、それぞれですね性能解説の方をやっていこうと思います。結構いい強化もらってたし、結構いいキャラクターが実装されておりました。はい、ということで最新情報解説やっていこうと思います。今日はねちょっとねいつもよりも投稿遅れちゃったんですけど、そもそもまあね、あの村子が泣くのがね、はい、ツイートするのが早かったっていうのもあるんですけど、企業案件のねミーティングしててね、なかなか動画撮れませんでした。ぜひね、ちょっと後発の動画ね伸びづらいんですけど、ぜひ見てくれた方高評価をしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでギアステップまずなんやねんって方がいらっしゃると思うんで一定数ね、何かって言いますと、ギアステップはですね季節ガチャのまあ、シリーズの一角ですね。はい、この学園キャラクターがアイドルになって、ダンス部アイドルじゃないのかな、はい、まあ変身して踊って歌うよみたいなシリーズでございます。はい、アイドルグループみたいな感じですね、のキャラクターが、まあ、いくつかいるんですけど、強化入っております。はい、まあ、季節ガチャのキャラクターだと思ってください。で今回からね季節ガチャもですね石6ガチャで、季節ガチャ、季節キャラクターのみのねガチャも実装されてますので、まあ、それも含めてね取りやすくなってますね。はい、ということでダンス部ギアステップ、こちらがですね、はい、強化入っております。リーダースキルが5色同時攻撃で経験14倍、3コンボ加算固定ダメージ、マシンタイプの全プラが 3.7 倍ですね。 3.7 倍経験なんで耐久力高いです。リーダーとしても使えますね。5色同時攻撃も最近はもうなんか5色でも全然気にならないですね。人ループが本当に増えてるので、はい、軽減条件は全然気にならないと。でこちら樹脂3つですかに5色強化2つですね。火力も高いです。だいぶ高いですね、火力ね。まあ、実質樹脂これ7個持ちみたいな感じですかね。はい、になってますね。はい、で5ターン、あ、何個じゃない、6個か、6個ですね、すいません。はい、樹脂6個持ちみたいな火力してます。で5ターンのスキルで5ターンの間ルーレット生成、ルーレットループですねに強化ドロップ作って、で1ターンの間自分全員の火力が5倍で上限解放50億です。え、これ全員の上限解放50億ですか。あ、全員の、え、全員の火力を5倍にして全員の上限解放50億にするの、やば。え、じゃあ1個のスキルで第3属性まであったら1体150億だとしてかける6ってことですか。900億出せるってこと、この1体のスキルで。すごすごいですね。もちろん他のキャラクターも上限解放したらもっと火力出ますけど、最悪このギアステップのスキル1体で900億出るってことですね。これはすごいわ。はい、となっております。ギアステップです。まあ実際はねサポート枠とかいるんで900億出すのはね正しくどうかわかんないですけど、少なくとも強いですね。はい、となっております。全員上限解放か、それはすごいわ。はい、で続いて GSC エルフですね。こちらもね、はい、自動回復キャラクターでちょこちょこ使われてるキャラクターですね。はい、まあ、リーダーで使うっていうのはスキルで使うから、スキルから見ていきますと、5ターンのスキルで HP40% 回復が5ターン継続ですね。でリーダーと自分の上限解放が80億解放というわけです。で火属性の HP が 2.4 倍で火を6個以上つなげて消すとダメージを 50% 半減で、攻撃力が30倍に4項も加算となっております。はいはいはい、なるほどね、いうことです。まあシバドラリーダーとかとかですかね。はい、あと最近やっぱあれですよね、火の無効貫通キャラクターがすごい押されてるので、まあじわじわと来てますね。この間もバーテンダーオーディンとか出てましたからね。はい、じわじわと来てますね。まあ自動回復枠でございます。たまーに使ってますね、自動回復枠でね。はい、 GSC ギルフです。これもいいですね、上限解放ついたんでね。しかも自分とリーダーの上限解放なんで、これもやっぱ火力高いですね。はい、最近は自分だけじゃなくて他のキャラクターも上限解放するのが強いですね。はい、です。あ、7種は8個に無効貫通2つです。火力はまあ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 って感じかな、変身キャラクターだしね。はい、続いて GSC アートでございます。これもちょこちょこ使いますよね。はい、樹脂2つにウェイが10個ですか、火力が高いですね。でやっぱりリーダーよりもスキルで使うんで、はい、先にスキル見ますけど、4ターンのスキルで消せないマインド覚醒無効回復枠で、回復力と自分と水属性のエンハンス 1.5 倍ですね。はい、まあ、サポート特化のキャラクターです。水光だからね、まあ、ちょっと使うところは限られますけど、はい、まあでも消せない覚醒無効回復枠としては全然スタメン張れるような性能はしてますね。特にウェイが多いのがいいですね。はい、リーダースキルが四つ消しで7倍、2コンボ加算固定1ダメージ、マシンタイプの全プラが 4.8 倍ですということですね。はい、実質 HP5 倍にはいかないようにしてるんですね、多分ね。はい、というわけでございます。 GS シアトです。うん、まあ、たまにサブで使うかなって感じかな。はい、さあで続いてです。続いてこちら、はい、 GS ノーチラス出ました。一番強いんじゃないですか。はい、一番疲れてるんじゃないでしょうか。 GS ノーチラスです。こちら無効貫通8個持ち、めっちゃ火力高いね。8個、これだって一昔前6個とか5個で火力高いって言われてた時代が8個ですよ。はい、で、まあ、こちらはリーダースキルも使われますので、リーダースキル見ますけど、こちらリーダースキル木
6個以上つなげて消すと 77% 経験30倍5コンボ加算、貴属性の回復力が4倍ですということですね。ああいいですね。はい、ノーチラスね、 GS ノーチラス、ノーチラス編成が結構流行ってましたからね。で5ターンのスキルで5ターンの間ルーレット生成ね、これはもういつも通りの、はい、変わらずルーレット生成ですと。で5ターンの間上限解放50億解放ですということで、あ、もう上限解放ループなんだね。だからずっと無効貫通で火力が150億出ますよってことですね。まあ使うんだったら第3属性じゃ、第2属性か、副属性、光属性、木に変える必要がありそうですかね。はい、で今常時150億出してくれるルーレットループキャラクターになるんじゃないでしょうか。これ強いですね。はい、確実に確実に GS ノーチラスはまた動画出すと思います。はい、ということで続いてです。続いては GS プレーナでございます。はい、こちらが、はい、50強化6個持ち、火力高っ、さっきから。はい、スキルが2ターンのスキルで上限解放50億解放の6解除6食人ですね。あれ、こんな強かったっけ GS プレーナって。あれですね、生成ループですね。しかも6色人ループですね。最近生成ループ増えてるって言ってたけど、 GS プレーナってこんなに強かったっけ。しかも上限解放ありますと。はい、5色同時攻撃で激減40倍4コンボ加算、マシンタイプの回復力が4倍ですということですね。これ2ターンで打てる6回中6色人無条件ですね。めちゃくちゃ強いね。はい、アガタとか貼りますね、火力も高いし。なんだろう、まあ、赤座は4つずつ作るっていうのがね、まあ、強みでもありますけどね。はい、回復4つ作るからね、強みですけど、いやでもやっぱ陣も陣で結構魅力ありますからね。76番面だったら陣の方がいいしとか、いいですね GS プレーナーね。はい、こんな強かったっけ GS プレーナーってね。はい、続いてです。続いて GS デイトナーでございます。こちら GC4 つ無効貫通2つですね。はい、4ターンのスキルでダブル吸収と指と回復力と自分の子と光属性のエンハンスが2倍ですね。でリーダースキル光を900じゃない4個、何を900と間違えた、光を4個以上つなげて消すと半減33倍、4個も加算 HP と回復力が 2.3 倍ですということです。うん、まあ普通の4ターンダブル吸収のキャラクターですね、光属性のね。まあ、光属性もね、最近、あ、最近はないか、マーベルとかの時に結構使われてましたね、光はね。まあ、最近光、そういえば見ないですね。はい、また GS データなので使えるかもしれませんねって感じですかね。はい、光のダブル吸収はでもね、正直に言うと、マーベル&マーベルがいるんですよね。マーベル&マーベルがダブル吸収無効貫通枠として優秀すぎるので、他のキャラクターちょっと肩身狭いですね。はい、マーベル&マーベルしかも交換できたからね。はい、ということで続いてです。続いてこちら、ビオーデですね。出ました、新キャラです。はい、これは GS キャラクターじゃないのかな、多分。吹奏楽部ですから、ダンス部じゃないですからね。はい、季節の学園の新キャラですかね。スキブ3つ、3ターンヘイストしながら変身しますと。変身後がこちらですね。10C3 つ、LG4 つ、無効貫通2つ、5ターンのスキルで消せないと、バインドと覚醒無効を全回復。1ターンの間、上限60億解放ですね。え、全員の上限解放、60億解放するのってことは、どういうことですか ?180×6 ってことですか。いくつ ?1080 だ。え、マジ ?180×6。え、ついに1人で1000超えてるじゃん、ビヨーネ。あ、でもビヨーネ第3属性ないわ。じゃあダメだ、お前。あ、じゃあ1020億か、マックス。ビヨーネ1人で出せる火力、1人で1020億ですね。はい、1080ではないと。60億出ないからね、第3属性の。はいはいはい。まあでも強いね。いや、一人で1000とか900とか出る時代なんだね。はい。やばくない?上限解放900億。上限解放1020億。はい。リーダースキルが木5個以上つなげて消すと半減15倍固定500万ダメージ、貴属性の全プラが 2.2 倍ですと。あ、木なんだ。まあ木だもんね、色が。はい。ただ、実質 HP 4.4 倍でめっちゃ低い。まあリーダーで使わないとですね、これはもうサブで使えってことですね。サブで消せない覚醒無効バインド回復枠、かつまあ上限解放枠で使ってねって感じですかね。はい。のキャラクターです。ビオーネでした。はい、続いてこちら、ボルスーンですね。ボルスーンはね、新キャラだけど、ちょっとね、違くてですね。これ何のキャラクターかと言いますと、こちら、はい、交換所でゲットできるキャラクターですね。はい。交換所でゲットできるボルスーンです。はい。水泳部の顧問、ボルスーンということで。まあ、あんまり魅力ないですね。イラストに。4色強化、6個持ちに5色強化と。はい。火力はまあ高いですね。3ターンのスキルで上限解放。上限値がサブは20億、リーダーと助っ人が99億になりますということで、え、サブの上限下がんの?はい、下がるらしいですね。で、6解除、
ご食人ですね。回復作らないんですね。はい。となっております。まあ、あんまり見なくても良さそうなキャラクターなんで、さらっといきましょうか。火力が出るね。はい。武器です。武器は強いね。スキブニコ武器ね。はい。これ、まあ、交換所の武器ですから、十分有用なんじゃないでしょうか。はい。あと、これ、あれですね。よく見ると、確定でパーティーの総火力決められますね。これ、一人でね。はい。まあ、他の、まあ、ジョインさんもそうっちゃそうか。はい。火力防止でも抑えたい時に使えるかもしれないですね。その時がなかなかないかもしれないですけどね。はい。まあ、無課金のスキブ二個持ち武器ですね。はい。ということで、ラスト新キャラクター、応援団長、混合妙王ですね。はい。こちら、6ターンのスキルで、6ターンの間、リーダーと助っ人の上限解放60億解放と。で、神タイプと攻撃タイプの攻撃が2倍。で、チームの総レアリティが35以下の場合、全バラ5倍。4色以上同時攻撃で、攻撃力が8倍、5コンボ加算となっております。なるほどね。うん。です。まあでも、役割がないとね、なかなか使いづらいですね。はい。で、武器こちらですね。4色強化。あ、武器ね。4色強化、チーム HP2 つ、封印2つということで、これは覚醒採用全然ありそうですね。6ターンのスキルで6ターンの間、リーダーと助っ人の上限が60億解放。神と攻撃タイプのエンハンス2倍となっております。いいんじゃないでしょうか。はい。ということで以上、ギアステップたちの新キャラ、そして能力調整でございました。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。特にね、この動画後発になってますので、ぜひとも声だけでも押してくれると嬉しいです。じゃあねー、バイバーイ。